はい、こんにちは、どうも、ナムシャムです。今回ですね、ブリーチのヘアカラー Q&A ですね、ブリーチの実際ビフォーアフターを、やったもの、施術のポイントを説明してやっていくコーナーです。で、今回は、ブリーチの根元黒いところが生えてきている中間はブリーチの回数が少なくて15レベル、毛先の方は過去に、2回3回やってハイトーンで18レベル以上の素材で、なおかつ切れ毛が境目で発生している、素材のお客様に対してどのようなデザインのアプローチをしていくかっていうところを紹介していきます。やはり理想はブリーチテクニックで、いわゆるメイドを埋めて綺麗なワンメイクのブリーチの状態を作るのが理想なのですが、やはり中間の伸びてきているところに無理にブリーチをオーバーラップちょっとしてしまった場合だったり、境目をギリギリ攻めてしまうと、いわゆる切れ毛が切れている状態でさらに攻めてしまうと、さらに表面の方だけ切れちゃった、内側の方だけ切れちゃった、顔だけ切れちゃったっていうことがやはり発生してきます。そういった時にあえてメイドを全て合わさないで、少しデバイスが残るようなメイドまではなじませてあげながらオンカラーで調整するっていうような、事例で、紹介していきたいと思います。ではビフォーの状態見ていきます。根元が黒ですね、3センチほど伸びておりまして、中間の方がローブリーチで、明度が15レベルで、毛先の方がですね18レベルの、少し断毛している状態になっております。はい、このような状態です。やはり難しいのがオーバーラップを防ぎながら根元中間までを毛先につなぐ、ブリーチのテクニックです。ただ、毛先までに合わせてしまうと、やはり髪質によっては切れてしまうのと、オーバーラップした部分がブチブチさらに切れ毛を増やしてしまいますので、今回は無理に、根元中間を毛先までの、メイドに合わせず、徐々に毛先の方を切っていって、中間の明度を17レベルで育てていくっていう、ブリーチの仕方をしていきます。根元中間は、ミルモーさんアディクシーからのローブリーチ 6% 2倍で、根元を塗った後に、中間をバリアージュボードを使って伸ばしていきます。はい、このような感じですね。やはり境目の部分が、しっかり上げようと思って、一番上がりにくいところなんですけど、上げすぎてしまうと、やはりオーバーラップした場所だったりとか、1、2ヶ月後に切れ毛が多発してしまいますので、あえて攻めすぎずに、このように上げてます。根元の方はしっかりですね、45分ほど置いて、中間は30分置いてあります。少し明度がですね、2レベルほど差がありますが、それよりもオーバーラップをせずに、中間の明度を上げて、抜けた時になるべく明度の差が出ないようにっていうのと、サイドの差が出ないように、リフトしてあります。はい、このような感じですね。ベースによってはしっかりと18レベルまで中間と根元を上げるようなブリーチの仕方もありますが、やはり髪質によってはやりすぎてしまうと切れ毛が増えてしまいますので、この状態からオンカラーしていきます。で、オンカラーした状態の色がこういう感じになっております。はい、今回ですね、アディクシーカラーのピン、ペールピンクと、ティントバーのタイガーリリーを3対1でビッグオレンジのカラーを作っております。結構そこまで薄めず、しっかり濃いめでデバイスをなじませてくれるような、ヘアカラーにしております。やはり暖色の方がデバイスはなじみやすいかなと思います。やはり毛先の方が退色しやすいような状態になっておりますので、退色のしやすさなども考慮してちょっと濃いめに染めてあります。薬剤の方は全部オールで塗っております。で、仕上がりがこちらになります。はい、処理剤やプレックス剤は使用しております。はい、根元中間の明度と毛先の明度をしっかりと色を濃く入れてつなげてある状態になっております。はい、オレンジ系、暖色系などは明度、でのサイド差が出にくいので、このように色がつながりやすいです。寒色などはやはり、サイドによって毛先の方がシルバーになりすぎたり紫になってしまうので、暖色でデザインすれば高サイドでも、馴染むかなと思います。はい、いかがでしょうか。今回ですね、はい、ハイブリーチだともう確実に切れてしまうので、ミルモーさんのアディクシーのローブリーチにプレックス系、オーラープレックスですねを使用して、根元を塗布した後に中間を繊細にバリアージュボードを使って、境目をきれいに塗りました。手のひらだとやっぱちょっとオーバーラップが怖いので、ちょっと板を使って、塗っていきました。やはりどうしてもジャストで塗ったとしても若干オーバーラップはやはりしてしまうのと、幅が伸びてれば伸びてるほど境目は綺麗になっておりません。やっぱ毛周期の関係で境目がジグザグになります。なので、そうするとやっぱどうしても完璧に塗り上げてるのは不可能です。絶対的にどんなにペーパー使おうが、1、2センチの幅だったらそんなに毛周期ずれてないんで、リタッチの幅っていうのはそんなジグザグになってないんですけど、やっぱこれぐらいの幅が伸びてしまうと絶対的に境目はジグザグなので、綺麗に塗り上げるのはやっぱり不可能です。
ってなってくると、無理に攻めすぎてメイドをつなげて、まあ、その方が体重は綺麗なんですけど、もう断毛してて毛が耐えられない状態なのであれば、ああいうふうに、オンカラーでメイドを揃えてあげるような薬剤、なおかつ、ある程度退職した時に馴染むよね、色が馴染むよねっていうような、メイドまで、リフトしてあげるっていうことも重要かなと思います。で、今回根元はですね、ハイブリッジであえて行かずにローブリッジ行きました。なんでかというと中間であのバリアージュボード使って塗りますので塗布時間がかかるので、まあ普通にあのなんだろうな、中間塗ってる間に45分ぐらいはリタッチの弱ってからトータルかかってしまうので、あんまりハイブリッジばっかりでまず根元の方が、まあ、あれでもそうですけど明るくなってしまうと。なので、で中間は、少し固めの粘性で、はい、オキシをコントロールしてやっております。まあシャビシャビだと伸びちゃうよねっていうのと、まあ中間までしっかり薬剤溜めて、中間の部分上げ、一番上がりにくいところをしっかり塗りたいので、粘性は少し固めのもので、パワーは少し弱いのローブリッジを使用して、30分放置でもう少し毛が耐えれるかなっていうのをチェックしながら、40分、45分でギリギリまでメイドを上げて、切り入れを抑制していく。なおかつ、オンカラーでは、今回暖色系のピンクオレンジを使用しました。やはり、色によっては、あんだけメイド差あるともう、毛先の方だけサイドが変わっちゃう。まあ、サイドが変わる場合、デザインに生かすっていう手もありますし、まあ、一色で見せたいんだったら、そもそも、馴染むような色を使ってあげることも重要です。やはりでも、理想はメイドを揃えるのが、やっぱ退職した時にデバイスできませんから、抜けた時綺麗なので、理想なんですけど、やはりやりすぎてしまうと、素材が壊れて本末転倒になってしまいます。あとはもう、やはり切れてる場所は、やっぱりカットでなくしていくのが一番です。ケアだったりとかトリートメントである程度抑えれることはできますが、やはり大変です。なので、そういう素材を作らないことも第一ですし、まあ、なってしまう、可変性が弱い方だったり、切れやすい方でやっぱりいらっしゃいます。特に表面だったり、最初に言ったみたいに襟足だったりとか。っていう部分は、やはり少しずつ切っていって、スタイルでそういう部分が長くなくてもいいスタイルにしたりとか、そもそもそういうダメージの部分をなくしていくっていうようなカットの提案も重要なんじゃないかなと思います。はい、今回動画は以上になります。はい、こんな感じで実践形式の動画が最近好評なので、こういう場合はこういうふうに考えてやってますよ。あえてこういうブリッジはこういう選定をしてますよ。みたいな感じで説明できたらいいなと思います。はい、あとはそうですね、ああいう処理が、あと、ほんと1個もつどつど説明し忘れちゃいましたけど、ファイブプレックスの0番とかの処理剤関係使うと結構やはり、PPT とかケラチン系は切れ毛を抑制してくれますので、そういうのを使って、習慣にアプローチするのもいいかなと思います。はい、今回動画は以上になります。またよかったですね。チャンネル登録と高評価ボタンと Twitter とインスタですね。はい、そちらはのんびりやっておりますので、よかったらそちらも登録よろしくお願いします。はい、今回動画は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。